松任城は、加賀国石川郡松任古城町にあった、日本の城。能美郡との境になる、手取川の北、小山御坊と川南の小松城の中間付近に位置する。松任藩校が鎌倉時代初期に築城したと伝えられている。調教の時に、鏑木茂常が松任城主となる。1577年の手取川の戦いの際に、上杉謙信が攻略して落城したとも、織田軍によって落城したとも言われる。謙信は常勝を松任に派遣し、一向惣と対小田で共闘した。小田の乱を経て、上杉氏の加賀衆が、越中や上中越の諸城に転出し、加賀での影響力が著しく低下すると、1580年に柴田勝家が、松任城を落城させ、家臣の徳山則秀が入城した。賤ヶ岳の戦いの恩賞で1583年に、前田利長に松任4万石を与えられ越前、府中城より移った。富山の役の恩賞で、利長が越中3郡を与えられ、松任にはこの戦いの失態で処分を受けた丹羽長重が移されたが、後に数を受けて、小松城に移った。江戸時代に入って、一国一城令により、廃城となる。松任城が存在した一帯には、1924年に、石川郡役所、郡政廃止後は、松任警察署や松任町立の図書館が置かれていた。公園整備のためこの建物は取り壊されお借りや、公園として開業したが、2010年に、松任駅周辺の再開発とともに、公園の整備に着手。名称を、松任城址公園に改称し、翌年の2011年4月15日に一般開放された。現在、公園内には本丸の内堀があった位置を示す石垣の一部が復元されているが、これ以外の遺構はほとんど残されていない。ABCDE 松任城の歴史について、白山市 ABC 生まれ変わった松任城址公園郷から一般開放。中日旅行ナビブラヒト https://旅.co.jp/odeke1115.iske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 iskhtml 2019年6月20日閲覧白山市合併10周年記念誌白山市2015年2月1日37ページ松任城城址保存会による。ありがとうございます。